はい、今回はめちゃくちゃ怒ってますというね動画なんですけども、ここ3日間にわたりですね、まあ、かなりストレスを感じることが多くなってですね、3日前ぐらいから髪の毛に白髪がめちゃくちゃ増えてきて、でね、めっちゃ伸びてきたの白毛が。あの白髪が伸びすぎてね、なんか白髪になりそうな感じで、すごいこうね、老けていってるなという感じがするんですが、ことの発端はですね、3日前ぐらいからずっとなんですけど、ランクマッチでダイヤ対ね、こう、まあ、ダイヤ1を目指す放送をするというね、生配信をよくやっているんですけど、名前をちょっとね、見てもらうとね、わかると思うんですが、対戦相手の名前、光の大王上昇の豪傑と書いてるじゃないですか。で、まあ、いわゆるそのゴースティングスナイプっていうやつなんよね。要はその配信を、見ながら、このね、同じようにマッチングさせて、闇の帝王と戦う。これをね、狙っていくことがね、目的なんですけども、まあ、この方はね、まあ、ちょっと悪気はないとは思うんですが、まあ、結構ちょっとね、昨日放送の方でめちゃくちゃ荒れてですね、ちょっとここでね、動画として上げておきます。ゴースティングスナイプ、やめてください。はい。で、まあ、多分この方ね、何回も言うんですけど、悪気はないと思うよ。やっぱ生放送を、まあ、楽しくさせるとかね、盛り上げるとか、まあ、いろんな意味が込められてると思うんですけども、ゴースティングの方はね、まあ、できる限りとかやめてもらえると助かります。はい。で、これね、ゴースティングについてね、ちょっと今回はね、お話ししていきたいなと思うんですが、まあ、前回ですね、まあ、その戦闘機の放送、これ3ヶ月前か4ヶ月ぐらい前の、お話なんですけど、あのね、なんか自分がこのね、対戦相手のマッチングした時に、コメントなんで、あ、今闇の帝王さんとマッチングしている何々ですってコメントで来たんですよ。で、その人って、俺のね、その俺の手札見てるわけやん。で、その人の立ち悪かったのが、俺の手札をね、こっちの手札を見ながら動いてくるんよ。もうこれ本当に害悪で、その手札を見ない試合やったまだしも、手札を見ながら動いてくるゴースティングとか本当に立ちが悪くてですね。でね、その、まあ、その時ね、ダイヤ1にね、どうしてもなりたくて、戦闘機めちゃくちゃきつかった時期だったんで、まあ、配信中にね、リタイアしてもらえると嬉しいなっていう言葉を発したんですよ。そうすると、コメント欄の方で、いや、僕もダイヤ1行きたいからリタイアできませんって書いてきたんですよね。手札見てますよね、それ。それ手札見てますよね。要は自分がに質問したことが、その対戦相手の方がコメント欄、生放送のコメント欄に返ってくるってことは、こっちの手札見ながらやってますよね。だそういうのやめてほしいんですよね。うん。で、まあ、このダイヤ2対、今ダイヤ2にいるんですけど、これね、ゴースティングでこの方ね、3回目なんですよ、3回目。この光のダイヤ上昇の豪傑っていう方、3回目マッチングしてるんですが、まあ、今、ダイヤ2隊がですね、マッチングに10秒かかったりするんよね。まあ、深夜帯のまあ、2時とか3時とかにいつも生放送をやってるんですが、まあ、3時とかになるとですね、まあ、人がいないせいか、そのマッチングすんのに10秒かかんのよ。だから、ゴースティングがしやすいっていうことになってると思うんですけど、俺ね、これ思ったんやけども、これことの発端はですよ。はい。ことの発端はですよ。そのマスターデュエルの1周年があったじゃないですか。1周年のこのね、騒動があったじゃないですか。その時にやっぱ幻滅した人が多いんじゃないでしょうか。なんか今までランクマッチやっててきて、こんなかそったことってあんまなくてですね。なんか1周年のこのね、なんか運営がこのね、なんかその仕事をしない状況が始まったあたりから、ユーザーが結構冷めてきたっていうのを感じるんですよね、すごく。この一件で。うん。今まで3時に生放送やっても、マッチングに10秒かかるとかはありえなかったんですよ。でも、10秒かかったりするから、まあ、これはね、やっぱりその YouTube の、マスターデュエルの運営さんが、なんかそういう、なんやろ、その手抜きした仕事、手抜きな仕事をしているから、ユーザーも冷めちゃったんじゃないでしょうか。これを一概に言えてるよね。で、こうなることによって、まあ、配信者としてやっていくにあたってね、ゴースティングが増えるわけですよ。うん。これが本当にね、困るというかね、まあ、今回の動画ではね、ちょっとま、運営さんにちょっと飛び火してしまって申し訳ないんですけども、とにかくその、ね、生放送においてのゴースティング、やめましょう。やっぱり、ね、見てる人もね、やっぱりその、まあ、ガチのね、試合見たいっていうのあるので、まあ、たまたまマッチしたとかだったらいいんやけども、3回もマッチしてますからね。うん。これは間違いなく、まあ、意図的なゴースティングであると。で、このね、次の試合にもう一人ね、ゴースティングしてる試合があるんですけど、まあ、ちょっとそれはね、ちょっと後ではね、話したいと思うんですが、まあ、とにかくね、その、ゴースティング、本当にね、やめてもらえると嬉しいなって。これね、ガードブロックでやっていくじゃないですか。これもなんか遅延行為だみたいで結構言われてましたね。うん。
で、これ対戦相手のデッキが何のデッキかちょっといまいちね、よくわからんと思うんですけど、これ一応エクゾリアの構築なんですよ。なんかね、守って守りながら、このね、活路エクゾリアっていうのは昔流行ったんかな、あんま詳しくないんですけど、この活路を使いながらエクゾリアをね、揃えていくというデッキなんですが、まあ3回ともね、買ってるんですけど、まあ、これダイヤ2体なんですよ。何回も言うけど。ダイヤ2体でこのね、あの、ネタデッキでね、かかってきてるということで、まあおそらく、まあ自分とマッチする、なんかその、わからへんのよな。このデッキでダイヤ2いる、ダイヤ2体にいるのが謎すぎてですね。で、バトルフェーダーでまた無効にしてくると。この、なんだろ、こんなデッキでダイヤ2にいるから、まあそのダイヤ3の時もマッチングしたんですけど、まあそれぞれこう、多分ね、自分とマッチングしない時はこうね、ガチデッキで持って、で、まあ同じランク帯になったらこのネタデッキでゴースティングしまくって、で、ランクが落ちたらガチデッキ回すみたいな、そういう、まあ、楽しみ方をしているのかなーってね、想像してるんで、まあランクマッチでこのデッキは絶対勝てないので、まあ自分に当たる時だけこの構築を持ってきてると考えるのが、まあ板なのかなと思うんですけども、まあ本当にね、生放送これアーカイブ残ってるんですけど、非常にまあ荒れてですね、まあ大炎上していたので、まあ、皆さんもね、ちょっとその、まあ、ゴースティングだけは、なんとかね、まあいろいろ、ゴースティングよくされるんですよ、自分なんか知らないですけど、うん、ゴースティングよくされるんですけども、ここで注意喚起の動画としてね、あげておきます。ちょっと2戦目ね、ちょっとま、もう一つ話したことあるので、聞いてもらえると嬉しいなと思います。さあ、2戦目ね、ちょっと聞いてほしいんですけども、これね、連続だったりました。さっきの光の大王っていう方の次の試合なんですよ、これ。まあ、深夜の3時ぐらいやったと思うんですけど、闇の帝国軍腐敗の戦士。これね、さっきの人の次に当たった試合なんですが、これゴースティングでした。これ間違いなくゴースティングです。これね、理由っていうのがありまして、まあ、たまたまね、その闇の帝国軍腐敗の戦士っていう、まあ、帝王軍じゃないから、帝王とは違うやろって意見、まあ、コメント欄ではもうゴースティング確定、黒確定みたいな言われてたんですけど、これね、証拠出ました。あの、遊戯王にはですね、そのリプレイっていうか、そのマッチングした人の対戦履歴って見れるじゃないですか。で、その時に、この人の名前をね、確認すると、さっきの光の大王っていう人、豪傑の猛者に関してはですね、名前は一緒だったんですけど、この闇の帝国軍腐敗の戦士の方のね、名前を見てみると、違う名前に、なってました。つまり、普段は違う名前でプレイする。まあ、よくあるその、ね、マスターデールの自分用のま、名前みたいな感じなんですよ。だから、普段やるときは、自分のね、アカウント名を使い、私が放送するときに、闇の帝国軍腐敗の戦士にしましたよね。これは確定ですよね。うん。まあ、これもリスナー確定やなって感じ。ね、名前が変わってるってことはま、完全にね、ゴースティングやなという感じがするんですけど、2連続ゴースティングに当たるっていうのは、かなり深刻な問題だと思いますよ。だからこういうことをね、やっぱその、なんやろな、その、運営が1周年にね、対して、こう、ユーザーのこの士気を下げるようなことをするから、ユーザー数がこうやって減ってゴースティングになるわけじゃないですか。ね。だから、ちゃんと運営さんも、広報の仕事しましょうよ、本当に。何回も言いますけどね、本当に。同じ話ばっか言わせないでくださいよ、本当に。うん。はい。ということで、まあ、今回はですね、まあ、ね、この方は確か残機で、まあ、事故って、まあ、やられていった方なんですが、まあ、なんか、その、コメント欄にはですね、なんか、帝王の八王朝やみたいな、わざと負けることによってランクを落とさせないようにしてるみたいな感じで、なんか、すごいとばっちり受けるわけなんですよ。せっかく勝ってもね。うん。ねえ、まあ、さっきの人の試合に関しても、その、帝王リタイアしろ。この試合は脳幹や。リタイアしなければいけないみたいなコメントめちゃくちゃ湧いてですね。まあ、ゴースティングっていうか、そのアカウントブロックしてもですね、これブロックの機能あるんですけど、ブロックしてもマッチングするから、どうしようもないんですよ、結局。で、じゃあ配信のさ、遅延設けろと、3分とかの遅延を設けて配信しろやって思う人いると思うんですけど、なぜ私がそこまでしなければいけないかと。やっぱ自分はね、その生放送において、リアルタイムの視聴者さんとのやりとりがすごい楽しいから生放送してるわけなんですよね。だからその遅延してまで生放送すると、やっぱラグがあるわけだから楽しめないじゃないですか。うん、だから生放送の醍醐味を、ね、削ってまで、ゴースティングするのはできないです。自分、ゴースティング対策するのはできないです。だから、ユーザー自身が節度を持って、この配信見た方、まあ、生放送見に来てる人はこの動画見てるでしょう。ね、節度を持ってですね、まあでも、やっぱりその、闇の、その光の大王さんもね、この闇の帝国軍さんも多分悪気はないと思います。悪気は。うん。やっぱりその、
なんかその遅延、なんか大幅な遅延行為をするわけでもないやん。なんかずっとこう遅延するとか、なんやろ、なんかそういう、なんやろ、そのね、反則技みたいなのしてこないから、まあちゃんとしてるので、まあ悪気はないと思うよね、多分。すごいいい人だと思うんですけども、まあ炎上というかね、ちょっと荒れているので最近、まあちょっとご配慮いただけると嬉しいなと思います。他の方もですね、スナイプ、ゴースティングね、これ他の配信者にもですよ、他の配信者に対しても、ゴースティングとかスナイプしないようにしましょう。で、なおかつね、さっきも言った通り、その、試合を見ながら、手札を見ながら遊戯をやるの面白くないからね、本当に。遊戯王っていうのは、その相手が何を繰り出してくるのかっていうの分かってるから面白いだけだって、なんか相手の手札を見ながら動いてくるとか、もうそういうの本当面白くないので、まあ、デュエリストの恥ですよ、そんなのは。うん、だから手札を見ながら動くのはやめた方がね、いいのかなと。まあ今後のそのデュエリストとしてのね、進化が問われるんじゃないかなと、個人的には思いました。ということで、今回は、最近ですね、このゴースティングがめちゃくちゃ合う被害についての、お話をさせていただいたんですけども、まあ何卒ですね、皆さん、ゴースティング、スナイプ、自分に対して、そして他の配信者に対してもしないようにご配慮いただけると嬉しいなと思います。ということで、もうこれ以上ゴースティングされるとね、もう真っ白になるからね、髪、もう白髪がすごくてさ、最近。白髪がすごくてさ、困ってるので、あまり私をね、怒らせないでください、本当に。ストレスでね、白髪、真っ白になっちゃうからね。はい、ということで、ちょっと本当に最近も白髪すごいからね、ご報告の方をさせていただきましたと。ということで、この動画ね、面白いなというか、まあ、かわいそうだなとか、応援してますという方は少しでもいらっしゃったらですね、高評価とチャンネル登録とコメントの方をね、まあ、この件に関して思うこと書いてほしいです。昨日の生放送とか、その3日前の生放送、2日前の生放送、全部アーカイブ残ってるので、生放送見た上での感想でもいいです。このことについての感想、良ければ、お願い、皆さん一つね、お願いします。本当に困ってます、これ、本当に。はい。ということで、失礼いたします。